そんなすごい俺らとほとんど一緒だねでも、うん、そう、それでその時にやっぱり先生に対して僕の好きな先生を歌って、うん、ああそういうことで地球はメリーゴーランドをみんなにっていうね、うんうんうん、っていう歌った、ね、あちゃんとテーマを持ってね、そうそうそう、これ元気で歌ってた、元気で歌ってたね、あれも小田さんのでやったよね、小田さんのプロデュースで、そうそう、小田さんのプロデュースでやったよな、そう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 カバーしたカバーしたよね、そう小田さんがお前なんでガロなんだって言われていや俺好きだからっ て、 言ってあんた、そうそう、それで小田さんにあのアレンジしてもらってやったやった、そうだやった時あったね、これじゃあオリジナルオリジナルでこうだ、回る回るよ回るよ地球はメリーゴーラウンド悲しみ行こうガンガン切りがねえぞみたいな、いやねマニアックなとこも結構行けんだっけガロは、散歩とか行けちゃうの、散歩行ってみます、散歩なんてやる人たちいないだろうね、あんまりいないと思うよ、これね高見沢と俺がやるぐらいかな、ほんと行ってみますか、多分高見沢ともマーチンめっちゃ合うよ話、絶対そう思う、 GS から、うん、絶対そう思う、 GS から入って、うんうん、この辺のマニアックなとこ、どっから行こうかな、言いますか、花屋の窓を覗いてみたら季節がいつしか変わってた、日曜だから散歩に出たよ、明るい日差しに誘われて、何か物をげ何か楽しげ、そんな顔した人が街の通りをあってもないままにただ歩いてる午後の懐かしいね、いやいいじゃないですか、散歩歌う人はなかなかいないね、あんまりいないよ、いない、学生街の喫茶店は決して歌わないところが、そうそう歌わないんだよ、ここだよねやっぱね、うん、水色の世界とか言っちゃう、水色の世界もう分かる、水色の世界ファーストアルバム、これだよ、あーさあ起きると世界は家も道もネオンな水色、あなたのいない世界に僕は入り込んでしまう、どっち行こうかな、下行こうかな、下行く、聞いてらされた土手をどこまでも歩き続けた、あの日また過ぎてゆく
伝えたい。あなたの愛がやっとわかったと、うん、ね、ね、水色の世界ファーストアルバムですよこれは。ああそうですよ、ファーストファーストは好きだったな。好きだった、うん、本当これは水車は歌うけど、これ2枚目だめちゃくちゃマニアックですね。嬉しいな、こういうのを生で聞かせてくれるの嬉しいね。谷間の村訪ねてきた子供の頃別れた村、川のせせらぎに思い出たどって歩くのさ、森で真夏の午後、子供だから二人、愛とは知らないでいたけれど、水さんはまだあの日のまんま、のどかな歌歌っているいいねこれ。あのね、俺多分高校以来だと思う、歌ったの今口ずさんでるのがそうだよな、ね、あんまりだって歌う機会がない、機会はもう ね、いや今日しかないですよ多分ね、カナメと3人でもね、うん、ここまでないかね、多分できないでしょ、さすがにカナメは木馬とか時の魔法ぐらいかな、時の魔法も多分行くでしょう。これはじゃあ夏8月11日に撮っとく、うんまあ、あとやっぱりあれもいいよね、君の誕生日ね、あ、君たんね、うん、これで君たんね、君たん B マイナーで行こうかな、ティ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 これ杉山浩一さんだったよね。だね。君の誕生日二人だったよ。ビブラート貸してくれる？あれは過ぎた日のさすが思い出の一コマ。ユニゾン。街の角にある。ほんのささやかな店でお祝いのグラスをあげたよ、今年もまたその日もうじき来るけれど君はいない二人、あの日別れたよ。いやもうねこんなことができるとは思わなかった ねあそう、うん、もう笑いが出る、ね、なんかね、いやなんかね、なんだろうちょっとね大滝さんといるような気持ちになんかね、うんもうね、中学生に戻る、なんかね、あうんのなんかだね、うん、あるね。これはやっぱね、切り込んできた2人がやってっからね。いやなんかね、その場でね、何にも打ち合わせしてね。本当にね。歌詞カードあるだけだから。ね、いやだからこれ突き詰めて、多分要とスリーパートのコーラスでやったら、うん、ものすごく。